湖水爆発後のニオス湖湖水爆発とは、火山湖から二酸化炭素が流れ出ることにより、周辺に被害を与えるものである。カメルーのニオス湖で発生したものが除名である。何らかの形で噴火口を塞がれた日山口に水が溜まることにより、火山湖が形成される。しかし、火山が活動をしているために二酸化炭素が塞がれた、噴火口を通して、火山湖内へ噴出。 これが火山湖の水に吸収され、湖水のに酸化炭素濃度が高まる。このような大量に二酸化炭素を含む湖から、小噴火や、湖水の二酸化炭素濃度の方は、加工部の崩壊といったきっかけにより、濃い二酸化炭素が下工より山麓へ流出する、現象が、湖水爆発である。これによって二酸化炭素中毒が発生するほど、 大気中の二酸化炭素濃度が高くなった地域では、人や家畜などが死ぬか、健康障害を被ることがある。1986年、カメルーンのニオス湖ではこの湖水爆発の発生により、谷沿いの三つの村で1746人が二酸化炭素中毒、または酸欠で死亡した。現在も、ニオス湖では二酸化炭素が溜まり続けているが、パイプを、 震度95メートルまで差し込んで水を汲み上げることにより深層湖水を噴出させ人工脱ガスを行っている。ありがとうございます。